どうも、アイチです。今回はイベントの告知をさせてください。教育クリエイターフェススクール in 埼玉ミネラルマルシェというイベントを埼玉スーパーアリーナで4月2日に開催することが決定いたしました。それでは早速当日参加してくださる方を時間割に沿って紹介していきたいと思います。イベントスタートは12時の予定なんですが、一応登校時間、入って、会場に入ることができるのは10時から12時の間となっております。ちなみに入るときにはスクールに来ていただく方だけではなくて、ミネラルマルシェさんに来ていただく方も一緒に、検温等もありますので、少し早めに来ていただけると安全かと思います。そして12時にイベントスタートとなりまして、私ハイチとシオリーヌさん、そして高田先生が今回は MC 司会として参加させていただきます。で、最初30分ぐらい時間をいただいて、今日のイベントの流れとかね、ルールみたいなのをね、説明していこうと思いますので、よかったらそちらからも参加してみてください。そしてまず1限目の授業は元気先生です。もう元気先生といえばサイエンスショーということで、実験をね、楽しい実験をいっぱい用意してくださるそうなので、しかもそこは、登壇者の私が参加するかわからないんですけど、多分来て、ハイスさん来てください、ちょっとこの液体窒素に手突っ込んでねみたいなことを言ってくる人なので、多分そういったことをやらされるかと思うんですが、楽しい実験が待ってますので楽しみにしていてください。そして2限目は呼び乗り匠くんと電眼くんの対決です。で、彼ら2人の対決っていうのはね、 YouTube のコンテンツでも見たことある方いるかと思うんですが、今回は今のところ聞いてるところによると暗算対決を生でやるらしいです。多分もう異次元の戦いですよね。もう私は口をポカンとしながら見てる気がしますけども、彼らの異次元の対決を生で見れるのはここでしかありませんので、ぜひ楽しみに参加してみてください。その後にお昼休憩かつ休み時間が入りまして、そのご飯を食べた後には、去年は参加予定ではなかったんですが、今年新しく参加してくださることが決まったすみれ先生の授業があります。すみれさんが初めましての方もいるかもしれませんので、簡単に紹介をさせてください。プロのバイオリニストです。そしてハーバード大学の学士で、ジュリアード音楽院の修士を首席で卒業しております。すごいね。すみれ先生の生演奏が聞けるのももちろんですが、参加してくださる皆さん、なかなかね、声が出せる状況ではないので、ちょっと体を一緒に動かして楽しむ授業等も考えてらっしゃるそうなので、そちらもぜひ楽しみにしていてください。そして4限目はクラレ先生です。で、クラレ先生は実験ではなくてクイズの方をやってくださるそうなんですね。で、我々、誰がね、その時に参加、パネラーで参加するかわかんないんですが、回答者の方、間違った時覚悟しててくださいねっていう、素敵な笑顔で言われたので、我々は背中に冷や汗を垂らしておりますが、おそらく皆さん会場に来てくださる方もちょっと参加できるようなクイズになるかも知れませんので、ぜひぜひ4限目、ちょっとね、1日全部参加すると長くはなりますが、そちらも気合い入れて参加してもらえたらと思います。そしてその後も帰りの会なわけなんですが、そこでまだ終わらないです。なんと放課後という場所があります。放課後だから授業ではないんですね。で、そこで何が行われるかというと、再び登場呼び乗り匠くん、そして電眼くん、この2人がですね、なんか楽しいエンタメ要素があるものをやってくださると。それに加えて高田先生、本物のお笑い芸人の高田先生が楽しいことをしてくれるそうなので、ぜひ放課後勉強を頑張った後に楽しいこと、先生がふざけてるところもぜひね、チェックしてみてください。最後にコロナの状況による開催有無について話して終わりたいと思います。開催の有無については、基本的に国のルール、そして埼玉県埼玉市のルールにのっとって開催をするかどうかを判断したいと思っております。ですから4月2日開催日の直前に、もしかしたらイベント自体がなくなってしまうという可能性もあります。ですが現段階では開催する方向で、一人一人がみんな準備をしている状況ですので、もし気になる方は概要欄の方から、そちらに申し込みのフォームもありますので、ぜひ申し込みの方よろしくお願いいたします。その他の細かいルール、そして質問等はですね、スクールの公式ツイッターがあります。そこは代表の鈴木が、対応しておりますので、ぜひそちらの方を見ていただいたり、そこでリプ等で質問していただければと思いますので、そちらもどうぞよろしくお願いします。それではここまでお付き合いいただきありがとうございました。もしよかったら概要欄のリンクの方をチェックしてみてください。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。